りょすーりょうかです。そしてアイドル界の盤上に最後投げられた皆さん、こんにちは。私たちひとさえです。本日はひとさえさんとコラボです。よろしくお願いします。 TikTok を見ててですね、ひとさえさんが出てきて、おー、すごい面白い企画をされていたんですけどコラボ依頼をしちゃいました。ありがとうございます。逆に TikTok でめっちゃ回ってくる、めっちゃめっちゃ回ってくる。しかも私フォローしてたんですよ、だからめっちゃ嬉しいです。普通にファンだよね。普通にファンだよね。ありがとうございます。さっきあのコラボ、ひとさえさんの方で撮影させてもらったんですけど、いや面白かったですね、だいぶ面白かったですね。ちょっと皆さんぜひ見ていただきたいなという動画になってます。楽しみ、はい、楽しみめっちゃそう楽しみにしといてほしい。見てもらったからね。ひとさえさんはアイドルをやられているということで、はい、本日私アイドルになりたいと思います。昔からちょっとアイドルをやってみたい、なってみたいなっていうのが慣れありまして、今回ひとさえさんとコラボということで私をアイドルにしていただきたいなと思います。任せてください。やっちゃうよ。お願いします。それではまず最初にメイクからしてもらいたいなと思います。舞台立つということで、なんか他のメイクとは違うこだわりとかってあったりしますか？やっぱり濃いめじゃない、でも濃いめかもしれない。全部飛んじゃうんだよね。そう、照明で飛んじゃうから。イメージはツタンカーメン。え、ツタンカーメン、それは多分今うんってなってるからツタンカーメン、はい、ちょっと濃いめにって考えて影とかもゴリゴリ、あーノーズシャドウとかの大事です。そのちょっと濃いメイクをツタンカーメンをちょっと本日は私にお願いします。任せとき。ではまず鼻をツタンカーメンにします。素晴らしい、やっちゃえ。え、鼻なのそれ、しかも顔用じゃない。いや、これね、付属品が絶対濃いってで、本当にあったら良いって、うん、あ、でも全然馴染んでます。でしょ、あ、わかる。次はハイライトじゃない。ハイライト、うん、なんか人の顔に緊張するよね。可愛い、もうツヤツヤ、うん、すごい、あ、ここも入れるんですか。ここも入れる、すごい。どこごめんなさい、ハイライトに入れたかもしれないわ。消してきた、消した、消しちゃった。あと唇の下も入れてる。確かに唇がぷくってなるね。そうそうそう、ステージさめちゃめちゃ照明強いから、なんかハイライトとかね、綺麗に反射するとめちゃめちゃ肌綺麗に見えるから、ね、そうそう、ただでさえね、肌綺麗。わー、すごい、すごい、ツヤツヤ、ツヤツヤ。おー、でも全然いい。この時点で全然普段メイクと違いますね。じゃあ、ラメメとか。ああ、確かに。で普段はこれがなんか細かいキラキラで、これがでっかいキラキラ。なるほど。どちらがいい？何色のアイシャドウ？ブラウン系なので、まあ、オレンジっぽい感じだったり。じゃあこっち。それなんだ。それだ。ピンクじゃん。それなんだ。おすすめのものだよ。お願いします。いや、これがいいと思ってたんだ。あの、じゃあなんで聞いたの？なんで聞いたの？一回隠したよね。ちょっと一応聞いちゃった。あ、一応、まあ、安心してください。はい、はいはい、お願いします。あ、綺麗にまんべんなく塗った方がいい。そんなのここら辺をちょっとなんつうの、こたまえ、すごい。え、待って、めっちゃ、え、めっちゃ赤い方が生えたりするよね。確かに。じゃあ赤くお願いします。え、確かになんかツヤツヤしてる方がね、可愛いよね。緊張してさ、確かに人に塗ることない。なんかじゃあ赤くない。え、こんな待って、乾いちゃう、乾いちゃう。やばい、可愛い、可愛い。ラメ、ラメ目の上足したいかも。あ、確かに。目の真ん中に大きいラメ入れると、なんていうの、光が集まってきて目が大きく見える。わ、す
尻のさ、目尻だね、ちょっと目尻、あ、あ、あ、危ない、映像で証拠が残ってるんで、やめてもらっていいですか。今、あの、冬のレイさんが、ヨガちゃんです髪の毛食べようとしてるやめてよ、本当に免罪だよ、初対面ない、免罪です涙ラインを描くと、目がうるうるするらしい。すごい、かわいい、かわいい、わ、キラキラ、かわいい、かわいい、カメラに一回近づいてみて、はい、カメラでも結構わかると思います。かわいい、目元キラキラのリッププルプルの子犬です。かわいい、似合うね、似合う、こんな感じですメイクは。すごい、ありがとうございます。すごい、次は髪の毛やります。何の髪型にするんですか。バイオロといえばね、ファンスイン、はい、ツイン、そうね、絶対可愛いよ、絶対に似合う、あんまりやることないかもです。人のハーフツイン、むずっ、どこから撮ってるの、どこから撮ってるの、ね、特に上手なイメージあるよね。そうだね、うん、めっちゃ猫、ね、ってるよね、ヘアアレンジめっちゃ上手、うん、なんか写真撮るのも上手。あ、そうだね、そうそうそう上手がいっぱい、え、撮ってください、後で、いい、ね、あ、撮りたい、確かに左右差難しい、確かにねどうしたどうしたちょっとふふふ言ってね、いやいやしないの、怖い、すごい空間に来たって思われて、そうした人生がやばいなっていや、めちゃくちゃ楽しいです、よかった。あ、いい感じ。え、かわいい。え、いいね、いいね、いいね。アイドルだ。なんか、バブ。バブだね。バブ。おぉ、かわいい。かわいい。あ、すごい。かわいい。もうアイドルだ。ね。はい、それでは、髪もできましたので、早速、衣装に着替えていきたいと思います。あー、楽しみ。絶対似合う。はい、それではアイドルの私まで3、2、1、どうぞ。じゃーん、こんな感じになりました。どうでしょうか皆さん、アイドルの織田涼香でございます。挨拶とかしたいですね、アイドルの何か決めゼリフと言いますか、なんかアイドル界の盤上に最後投げられた皆さん、こんにちは、私たちひとさいです。おー、すごいすごい、すごい、かわいい、わー、いい感じじゃん、え、なんか、いい感じじゃん、お疲れ様です、お疲れ様です、今日のスケジュールなんですけど、はい、今から朝食、朝食、はい、朝食、朝食食べて、駅に行って、移動で、わかりました、わかりました、わかりました、やめます、初めてです、私、アイドルの格好したのは、かわいい、めちゃめちゃ似合う、かわいいね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 、ちょっとよかったらなんですけど、この衣装でさえの曲、一曲、一緒に踊ってくれませんか。お願いします。もう踊りたかったです、やりたかったです、嬉しい、教えてください、はい、お願いします。頑張っていくので、はい、よろしくお願いします。